iPhone アプリキャッチクエスチョンズの検索機能について説明します。検索バーは起動時のキャッチページとそれからキャッチページ以下のクエスチョンページのこちらの上部にも2つ検索バーがあります。この検索はキャッチフォルダ名それからその下のクエスチョン名それからさらにその下のこちらですね、こちらのアンサーページのテキスト、こちらに文字があるかのどうかを検索するようなものになっております。では早速検索をしてみたいと思います。検索バーにノートと打ちます。はい。このように検索でヒットしたものがこの、表示されるわけなんですが、こちら、検索結果の中で、こちらの、inQ って書いてあるものと inA というふうに書いてあるもの、こちら2つあると思うんですが、こちらの inQ は、クエスチョンの文字に同じものがあるというものを示すものになります。こちらは先ほど言いましたアンサーページのテキストですねに同じこう文字列があるというものがこういうふうにこう inA というふうに表示されます。検索は2文字以上で検索が行われるようになります。1文字だけだと何も検索は起きませんが、こういうふうに2つ打つと検索が働くようになります。以上になります。